こんにちは。いつも隠居 TV をご覧の皆様、本当にありがとうございます。この度ですね、皆様のおかげで私の YouTube チャンネルにスーパーサンクスという機能がつくようになりました。これはどういったものかはよくは知らなかったんですけども、このような機能だそうです。新しい収益化機能スーパーサンクスがご利用可能になりましたのでお知らせいたします。この機能を利用するとファンの方がクリエイターの皆さんにサポートの気持ちを示すことができます。使い方は簡単です。ワンクリックで有効にするだけですので、対象となる全てのアップロード動画に表示されるようになります。視聴者さんは動画でスーパーサンクスを購入すると色付きのコメントを投稿して感謝の気持ちを示すことができます。コメントにはコミュニティガイドラインが適用されますと。クリエイターにとっては熱心なファンを見分け、視聴者と交流を深めるチャンスです。さらにチャンネルの新しい収益源もなるということなんで、とりあえずすぐ有効化するのはこの後やるんですけども、どういうものかというと、おそらくですね、YouTube チャンネルにスーパーサンクスっていうところがつくんでしょうね。つまりは、なんですか、メンバーシップの他にもう一個なんかこう機能がついて、投げ銭みたいな感じですかね。私の YouTube チャンネルを応援していただけるようになるということですか。まあでも収益の一部は当然 YouTube の運営にも入ると思いますんで、まあこれからもね、この YouTube の機能が充実するため、そして私たち発信者ね、クリエイターの方もいい動画がこれでね、もっともっとお届けできればなというところで、まあ皆さんと協力しながらやっていくってことになると思います。じゃあ今すぐ有効にするをしてみますんで、有効にしてこれから皆さんとね、また新しい交流を図っていきたいと思いますけども、いかがでしょうかね。YouTube チャンネルがこのようにあって、例えば、まあ、私の YouTube このチャンネル登録っていうところがありますけどね、ここが何かに変わるってことでしょうね。はい、じゃあ有効化していこうかと思います。どうも皆さんありがとうございます。今すぐ有効にするをクリックするとどうなるのかな。あ、こういう風な、左の方にちょっと切れちゃってますけども、スーパーサンクスの利用資格を獲得しました。有効にしてアップロードに新たな収益源を追加しましょうと書いてますね。スーパーチャットとスーパースティッカーズのアクティビティって書いてます。あ、いろいろなんかこうついてますね。はい、詳細。クリックすると、あ、スーパーサンクスの有効化と管理っての出てますけども。まあ、なんかいいことになったんでしょう、これで。はい、じゃあ今日の動画は以上です。